青島製ツクルタ総長の豚ケツローレルが完成です。おーす。総長の YouTube は愛車のローレル、他にもバイクなどの改造コンテンツが溢れていて、プラモの時間にはよだれもんの番組です。登場するローレルはもう10年以上代理に乗っているバリ渋いローレル、いつかはこのローレルを真似して組み上げてみたいという思いから制作を開始しました。青島のローレルは新規金型の追加でフロントフェイスも良くなったし、リアの形状さえクリアできれば最高のローレルが作れると確信したので、いざリアの形状修正に挑戦。先人先輩たちが残してくれているネット記事をもとに修正してみましたが、初挑戦でも難なく修正ができました。納得のいくリア形状を手に入れたらもう無敵モード。総長のローレルをもう一度見直しつつ、インテリアにはディファイのメーターを入れたり、ナビをつけてみたり、総長が欲しいと言っていた TSX のスピーカーを入れてみたり、やりたい放題。中でも一番こだわったのはボディカラーです。初めて使う塗料で不安でしたが、想像を超えて素晴らしいミッドナイトパープルを手に入れることができたのは大収穫です。 3D で出力したスターロード製オリジナルホイールを履き、高級車らしい威厳と美しさを兼ね備えたご機嫌な総長のローレル、ここに完成です。ゆっくり見ていってください。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。